キッズゲームス最強の恐竜を育てるんだ。どうしたの、いきなり。いや、実はこんな感じで恐竜を育てるゲームを見つけてさ。お、恐竜が進化した。どうせなら最強の恐竜に育てたいなって思って。なるほど。あ、仲間が増えたよ。本当だ、これは最強恐竜パーティーを目指すしかないですな。どっち、何しようかな。こっち。え、なんで。ちょっとこのままじゃ。こうなると思ったぜ。あの恐竜強すぎるよ。いいよ、おしりベンジだ。今度こそゴールまで行こうね。うん、ここは左だ。いいね、いいね。仲間もたくさんでいい感じ。最後はボス戦かな。にゃんだにゃんだ。綺麗に並んでるけど、一旦このまま行ってみる。オッケー、クモリンパーティー突撃だ。だろ。これで今度こそラスボス1回クリアしたいね。うん。お、これ新しいコースじゃない。確かに、そんなに揺れなくても。ヒヒヒ、だってなんか早くて楽しいんだもん。いいな、僕も次は。おお、いっぱい合わせて合わせて。ダンダン。おお、クリアクリア。今度はテラミスだ。ティラノサウルス。しかもこの子は首長竜でしょ。いい、よし頑張れビービー。あ、なんだ今の。障害物だね。集まってくる恐竜たちがみんな強そうになってきた。よし、いざ。おっと、危ない危ない。こっちもオッケー。あと2つ。よし。あ、はよ。うふふ、全然ダメだった。2回目にならないとダメってルールでもあるのかな。ないない、次は絶対一発クリア。うん、僕がやるね。頑張れビビー。後ろ姿かわいいね。うふふ、かわいい。集めて集めて。よ
強すぎでしょ、あの敵。ねえ、次こそ僕が。お、なんか周りの色変わったね。あ、ゴミ、お金じゃない。おお、ボーナスステージ。クモリン、全部取るぞ。うん、おや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 、その調子。キュー、気持ちいい。ゴール。はぁ、楽しかった。今回の激ムズだったもんね。ラスボスが強すぎた。また今度挑戦しよう。そうだね。はぁ、叫んで喉乾いちゃったよ。クモリン、水分補給はしっかりね。そうだ。みんな、暑さには気をつけてね。今日はチョボのアクションっていうゲームをやっていくよ。どんなゲームなの？どんどん障害物を乗り越えてステージをクリアしていくゲームだよ。なるほど、やってみたい。でもすごい難しいみたいなんだよね。それはチャレンジしてみるしかないですな。僕たちのアスレチックを応援してくれる子はいいねを押してね。早速やっていくよ。マリオのステージみたいだね。敵の感じもなんか似てるね。ブロック取っちゃおう。で、上に動くんかい。ブロックも生きてるんだね。そんなことあってたまるか。これ、土管の中入れそうじゃない。お、入れたよ。で、飛んでくのかい。なかなか難しいですな。ツッコミどころ満載すぎるよ。クモリンジャンプ。なんでブロック。ここにあったら引っかかっちゃうね。ここのブロック出して。いいね、いいね。いや、なんでブロックが降ってくんだよ。ミルコが。いや、そっち上登って。あ、中間地点だって。いいね、いいね。これは普通のブロックだね。で、今度は床かい。トラップがいっぱいだね。これはクリアするの大変だぞ。よし、気を取り直して。今の危なくなかった。セーフセーフ。これはアウトかな。なんで閉じ込められてるの。次は引っかからないようにね。クモリン、ちょっともう一回行きたくなってね。いや、落ちちゃっただけだろ。ここにブロックがあったのか。上から行けばよかったんだね。あれゴールじゃない。そうかも。で、なに。で、なに。なんか降ってきたね。今度こそ。よしよし、いい感じだね。今だ、クモリンジャンプ。よし、このままゴールしちゃおう。ゴール。なんか降ってきた。ゴールじゃなかったのか。でもあれゴールのボールだったよね。あ、もしかして何かわかったの。このゴールのボールを乗り越えればいいんじゃないかな。なるほど、それでやってみよう。まずはここで敵を寄せて、次に思いっきりジャンプだね。そうそう、クモリンジャンプ。やった、クリアだ。わーい。ここに来るまで30回くらい失敗したからね。もうこれ難しすぎるよ。あ、次の説明だ。特殊なものが増えたんだって。なるほど、気合い入れないとですな。待って、クモリ、フリーズしてない。え、ほんとだ。どこ押しても動かないよ。また最初からやり直しかも。いややっとここまで来れた。長かった。中入ろっか。って押し出されたんですけど。あ、じゃあ上の土管か。待って、色やばくないか。でも取るしかなさそうだよ。明らかにダメな色だろこれ。食べたら意外といけるかも。ダメだったね。これでよしと。いやいや、待て待て、おかしいだろ。このステージもトラップだらけだね。
コインにキノコに敵に…敵？いやー、キノコだけ取っていこうか。いや、キノコもダメなのかよ。もう、BB の食いしん坊。バナナ食いしん坊に言われたくないわ。もう一回。ここ敵多いね。慎重に行こう。なんか今出てこなかった？え？いや、なんでここにブロックがあるんだよ。やっと真ん中だね。いきなり降ってこないでよ。オッケー、いけた。ナイスコモリ。あ、スターだ。いや、敵なのかよ。キノコキノコ。でもこれ取ったらマッチョになるんじゃ。いや、そっちが取るんかい。でもこれで渡れそうだね。ダメダメ、このまま進んじゃおう。あれ、ハテナが落ちてるよ。なんかいっぱい出てきた。これボーナスコインじゃないの？普通にマグマみたいだね。ジャンプジャンプ。待って待って。いや、そこに隠しブロック？いいところに置きますな。誰目線なの？クモリンジャンプ。いや、なんか出てきたし。あ、あれゴールかな。待って、後ろ後ろ。え、いやー、もう一回。クモリンジャンプ。いけた。いけてなかった。僕いいこと思いついちゃった。なになに？見てて、クモリンジャンプ。ナイスクモリ。青いポールを足場にしたんだね。そうそう、クモリン天才です。今日は楽しかったね。うん、難しかったけどいろいろクリアできてよかったよ。待って、クモリン。うん？またフリーズしてない？え、ってことはまたやり直し？そうだ。このゲーム大変すぎるよ。今日バトルロワイヤルで1位を目指すぞ。いい。で、バトルロワイヤルって何？最後の1人まで残ったら勝ちってゲームだよ。なるほど。それで1位になったら何がもらえるの？1位になったらバナナ100本もらえるんだって。バナナ100本？よし、頑張るぞ。僕たちが1位を取れるようにいいねで応援してね。そろそろ始まりそうだね。ジャンプすればいいのかな？そうみたいだね。くもりんじゃん。じゃーん。くもりん、ジャンプも似合ってなかった？違うよ、サンサン。ジャンプしすぎちゃっただけだよ。今度こそくもりんジャンプ。いいね、くもりん、その調子。お、なんか飛んできて。で、わー、大砲だ。くもりん、に、逃げて。次は頂上までたどり着け。アスレチックなら任せて。すごいよ、クモリン。一番だ。クモリン天才です。当選もしちゃおうかな。そんなことしたら遊園地の赤鬼が来るかもよ。え、大丈夫だよ、僕怖くないもん。赤鬼は意地悪してる子のところに来るんだって。うん、後ろに赤鬼が。見てて。UFO？大砲も飛んできたね。大砲？のんきにしてる場合じゃないよ。にゃー。残り5人まで生き残ったよ。優勝はいただきだね。溶岩のスピナーだって。大丈夫でしょう。観覧車が転がってるわ。いた、リーザー。もうどうなってるの？クモリン、深呼吸だよ。そう、はー、よーし、いい感じ、いい感じ。あと3人だって。これはバナナ、僕のものです。そんな簡単に1位取れないと思うけど。大丈夫だって任せてって。体も大きくなったし、いけるよ。確かに大きくなったけど、なんか嫌な予感が。え、溶岩？早く高いところに行かないと。え、溶岩？早く
しょうがないよ。もう一回頑張ろう。これなら簡単だね。クモリンジャンプ。あれ、水が上がってきたわ。やばいよサンサン。おぬぬぬ、おりゃおりゃ。危なかった。本当に綿雨になるところだったね。怖いこと言わないでよサンサン。おーさっきの溶岩だ。あそこの柱から登れそうじゃない。本当だ。よし、いいねいいね。マグマが上がってきた。わあ、どうしよう。クモリン、焦らず慎重にね。クリア。クモリンに任せればこんなもんよ。さすがクモリン。隕石。サンサン今までありがとう。諦めないで。はあ、ボーリング、どういうこと。人数のところを見て。あ、これは1位取れそうですな。また UFO だって。範囲が狭いから気をつけないと。危ない。また一人脱落したみたいだよ。バナナが見えてきたよ。一人はバトルロワイヤルの審判なんだ。何ですと。つまりあと一人に勝てば僕のバナナがすぐ目の前に。絶対一位になるぞ。サイドラインに行けって。あれ、もう一人は勢い余って赤い線から飛び越えちゃったみたいだね。クモリンじゃないんだから。でもとりあえずこれで2回目で1位取るなんて、さすがクモリンだね。僕天才です。よし、この調子でバナナ1万本ゲットするぞ。そんなにあったら食べきれないでしょ。そうだ、みんなも1位目指してみてね。今日は病院で生活をしていくよ。はい、どんなことするの。患者さんになったりお医者さんになったりすることができるんだ。なるほど、楽しみ。僕たちの病院生活を応援してくれる子はいいねで応援して。早速やっていこう。自分でどんな役割になれるか決められるみたいだね。最初は患者さんでやってみたい。オッケー。お、あの人が運んでくれるみたいだよ。やった。服も着替えて準備バッチリだね。治療して。で、これどこに向かってんだ。お家だね。ここで治療してくれるのかな。お家に病室がある凄腕のお医者さんなのかも。さすがにそれは違うと思うよ。なんか料理くれそうだね。本当に治療なの。お腹空きすぎてる病気なんじゃない。そんな病気あるのかよ。お腹いっぱい。おい、よく見たらなんか武器持ってねえか。あ、危ない。どうしよう。偽物のお医者さんだったんだ。治療しないから怪しいと思ってたぜ。逃げないと。なんとか逃げ切れたね。びっくりしたよ。あれ、何してるんだろう。妊婦さんだ。あ、生まれたみたい。なんだか感動しちゃうね。病院だからいろいろな人が入院してるんだね。あ、この人運んでくれそうだよ。今度こそ病室まで運んでくれるかな。治療して。待って、また外じゃねえか。あれ見て、バナナが走ってる。いや、なんでここにバナナがいるんだよ。家の中に入っていった。バナナのお家なのかな。そうだといいね。一旦車椅子を降りて。あれ、消えちゃった。何が起きたんだこれ。本当にバナナのお家みたいだね。よく見たらみんな猫ちゃんだ。僕たちも猫ちゃんになっとく。え、なれるの。まあ見てなって。本当だ、猫ちゃん三兄弟みたい。てかよく見たらみんな患者じゃねえか。お医者さん不足なのかな。僕たちが医者になってみようか。いいねいいね。よし、医者にするぞ。あ、誰か困ってるみたい。酸素が必要みたいだね。102号室だったよね。いたいた、猫ちゃんだ。マスクをつけて。これでもう大丈夫かな。お医者さんって感じでいいね。てかよく見たらもう一人の治療してる人のステータスやばくないか。何がやばいの。さっきの人みたいに武器使ったりすると赤い文字が出るんだよ。なるほど。ってことは逃げた方がいい。いや、でも
治療してるし、いい人なのかもしれない。確かに。他に患者さんいるかな。あ、メッセージ来た。またあの猫ちゃんだ。お話ししてる場合じゃないって言ってるね。しかもちゃんと治療されてるし。もう僕たちとお話ししたかったってこと？とりあえず部屋いとく。オッケー。もう猫ちゃん大丈夫そうだったね。他にいるかな。何？急に停電したぞ。どうしちゃったんだろう。カモリン、あそこ見て。木のマーク？燃えてるの？もしかしたらそれが原因で停電したのかも。行ってみよう。うん、燃えてる。早く火を消さないと。消火器はこれかな。消火消火。もう少しで消えそう。よかった。これで電気も治ったかな。きっと治ってるよ。あれ、さっきの猫ちゃんからメッセージが。で、隕石落下させます。え、どういうこと。あの猫ちゃん超能力者だったの。にしても能力すごすぎるだろ。どうすればいいの。とりあえず一旦病院戻ろっか。オッケー。あれ、何も起きてなさそう。わー、なに、色すごいことになってるぞ。真っ赤で何も見えないよ。あ、見えるようになった。すごい燃えてるよ。また消火活動しないとだね。それにしてもこの病院いろいろとすごすぎだろう。確かに、さっきの超能力すごかったしね。ねえ、これスキン燃えてない。なに、ほんとだ。消して。しっかりしてくれよな。病院生活大変だったけど楽しかったね。これ何されてるの。また燃えたから助けてもらってる。いや、何回燃えんだよ。そうだ、お仕事大変だね。ん、何これ。あ、トイレットペーパーがなくなってる。なんとかして助けないと。ということで今回はトイレットペーパーがないを遊んでいくよ。早速おじさんを助けに行くぞ。おー、おじさん、トイレットペーパー持ってきたよ。どこにいるんだろう。ここかな。いないな。ここか。あ、何かあるよ。ほんとだ、なんだろう。銀色のうんち。何に使うの。使い道はなさそうだね。とりあえず次行こっか。ここはどうだ。あ、おじさんいた。はい、トイレットペーパーだよ。よかった。よかったね。それじゃあ次に行ってみよう。次は僕が見つけるぞ。まずは銀色のうんち取って。お、鍵が落ちてるよ。もこれは怪しいですな。これで鍵のついている扉を開けられるんじゃない？なるほど。えい。うわあ！もうさんさん違うじゃん。この鍵は罠だったんだね。次こそは成功させるぞ。鍵の扉はダメだかな。ここかな。違うな。じゃあここ。ほら、蓋が閉じてるよ。あ、いた。そんなところにいたんだね。はい、どうぞ。やったね、クモリン。うん、次に行ってみよう。わ、ゴリラがいるよ。ちょっと怖いね。まずはゴリラのいないこっちの扉から。いないな。こっちにはいるかな。あれ、やっぱりゴリラのところかな。どうやったらどいてくれるのかな。違う部屋があるみたい。段ボールがあるに、開くかな。わ、バナナだ。食べてもいい。これは食べちゃダメだよ。あ、このバナナゴリラに渡してみよう。ん、わあ、わあ、怖かったに。クモリンと同じでバナナが大好きなんだね。よし、もう一回。両方の扉にはいなかったよね。バナナもこっちにあったね。
ここからどうすればいいんだろう。バナナが大好きってことはここに置いておけば移動するかも。なるほど、やってみよう。あ、本当に移動した。狙い通りだね。おじさんを助けてあげよう。よし、次だね。鍵発見。あと、あの赤いのは何だろう。 TNT? って、ちょっと待って。うわー、爆弾だったんだね。びっくりしたね。ここの2つにはいないね。隣の部屋に何かあるかも。あれ、外れだ。ゴミ箱に何かあったよ。矢印が書かれた紙があるね。他には、あ、鍵が出てきた。この銃でワープできるんだね。これで扉が開くかも。うわー、また爆発しちゃった。この銃で白いところ狙ってみよう。わかった、えい。あとはこれからどうすればいいんだろう。えいえいえい、あれ違うな。転がして、成功。クモリン天才です。こっちから開けてみよう。うん、3、2、1。うわー、トイレが爆発したよ。右のトイレは危険だね。じゃあこっちは、まる、隣の部屋行ってみよう。銀色のうちと何かあるよ。今取ったやつどこかで見た気が。危ない、何か落ちてる。あー、危なかった。そうか、左のトイレをお手本にこうやって置けば。やった、鍵が取れたよ。やっぱり狙い通りだ。おじさん、あれ、なんだ、こっちにいたんだね。次は何だろう。別のおじさんがいるね。うわ、大きな穴があるよ。檻の中におじさんが。大丈夫なの。あ、バナナだ。またバナナ大好きなゴリラがいるよ。なるほど、ゴリラを保護するおじさんだったのか。鍵もあるよ、助けてあげよう。もう一頭ゴリラだ。うわー、びっくりした。これはどうしたらいいんだろう。あ、穴のある扉を閉めたままにすればゴリラは出てこれないんじゃない。いいね、やってみよう。あれ、ダメだった。どうすればいいの。他に使えるものはないか探してみよう。ゴリラはやっぱりこっちにいるね。ゴリラの後ろに何かあったり。それかも、鍵を取って。どこかにないかな。バナナの皮があったよ。どう使うのかな。穴の前に置いちゃえ。滑っちゃった。ごめんね、ゴリラさん。けどこれでおじさんを助けられるね。確かに。次はどんなところだろう。ん、おじさん、おじさんがいっぱいだ。右下の黒い箱、気になるね。リモコンみたいなのがあるよ。右下のはテレビかな。違う、おじさんだ。みんな真剣にテレビ見てるね。あ、一人だけ見てないおじさんいるよ。ほんとな、きっとこの人がお目当てのおじさんだ。次に行ってみよう。とりあえず全部開けて。わあ、落ちちゃったよ。まさか右のトイレは操縦席だったなんてね。どうやって使うのかな。わかった、ほうきでお金をどかすのかな。あれ、ダメだった。難しいな。まあまあ、ジュース飲みなよ、さんさん。おいしい。よし、おじさんを助けるぞ。きっとこのほうきが鍵だよね。扉に引っ掛けちゃえ。ほら、助けられたよ。そうか、ほうきで操縦席が開かなくなったんだね。よし、最後まで来たよ。あれ、
この人っておじさんを助けてた人じゃない？本当だ。次はこの人がトイレットペーパーなくなっちゃったんだね。よし、鍵は開けられたよ。おーい、誰か一回出てみればいいんだよ。ちょっとクモリン、わー失敗しちゃった。こういう時はヒントを見てみよう。なるほど。待つしかないって書いてあるね。とりあえず再チャレンジしてみよう。誰かいませんか？もしかして他に誰もいないの？お、落ち着いてクモリン。ヒントの通りにもう少しだけ待ってみよう。パン、助かった。そっか、今度は僕たちが助けられる側だから待ってるだけでよかったんだね。なるほど。なんかお腹痛くなってきたかも。ちょっとトイレ行ってくるね。さんさん待って、このトイレットペーパー持って行って。あ、ありがとう。ゲームみたいになったら大変だもんね。で、これバナナやないかーい。そうだ。